さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊画誌表「ムービーウォッチマン」今夜扱うのは日本では5月10日から公開されているこの作品「猿の惑星キングダム」 名作 SFA がサルの惑星のリブート3部作から続く完全新作。前作「グレート・ウォー」から300年後、えー、高い知能を持つサルたちが支配する地球、冷酷な独裁者のサル、プロキシマスに公共の村を滅ぼされた若きサル・ノアは復讐の旅に出る。その途中で人間の女性・メイと愛人,、えー、人間とサルの未来を左右する戦いに巻き込まれていく。ノア役には、えー、トゥー・レスリーなどのオーウェン・ティーグさん、メイを演じるのはドラマ「ウィッチャー」などで注目を集めたフレイヤ・ーアーランさん。まあ、全体にあのキャストはあの若干1名を除いてはそこまで 何、あのー、ていうかな、あのー、有名なスターとかはキャス,、あのー、キャストしないことで、まあ、制作費、おおむねね、みんなのパフォーマンスキャスタ、あのー、キャプチャーによるエイプなんで、それで制作費を抑えつつ、まあ、あるポイントでちょっとはね、あのー、ここでは言わないでおきますがある名優が、おお、ここでこの人来るかという人が出てくる、この辺りもね、ちょっと肝でございました、えー。監督を務めたのはメイズランナーシリーズのウェスボールさんです。ということで、えー、この猿の惑星、キングダムを見たよというリスナーの皆さんからもメールいただいております。メールの量は、普通。 あだからこの僕もそうでしたけど、やっぱりその猿の惑星、ねあのまだやんの感みたいなねちょっと期待値低いとこがあったかもしれないですよね。賛否の比率は褒める意見が7割以上、実際見たら7割ぐらいはいいと言っている。主な褒める意見は、一本でさまざまなレイヤーを味わうことができる娯楽作品、多層的で複雑な二人物設計がなさる見応えがある、差別と偏見、分断と対立など、混迷する現代社会の継承と希望が描かれているなどございました。一方否定的なな意見は中身があったんだかなかったたんんだだかか今一つとしないキャラ 驚く演出がないなどございました、えー、代表的なところをご紹介しましょう、えー、じゃあこの方でしようかな、えー、ラジオネームマ,マカママレードさん、えー、猿の惑星キングダム見に行きました冒頭主人公と仲間たちが自然の中で平和で暮らしているところへ凶暴な集団が襲いかかり捕虜としてさらっていくという展開はメルギブソン監督のアポカリプトを思い出させます後ほど言いますけど監督自身も公言してますねさらにプロキシマスが独自のカリスマ性で猿や人間を手伝わけている様はマットマックス怒りのデスロードを連想させます確かにあの 仮の仮のとかな、その宗教を作っちゃう感じとかはね、やっぱヒューリー・ロードちょっと近いかもしれないね、えー。物語の随所ではオリジナルのサルの惑星に通じるようなダークな絵セフの世界観を感じさせるなど、一本でさまざまなレイヤーを味わうことができる娯楽作品という印象を受けました。60年代のパナビジョン製アナモ,アナモフィックシリーズというレンズを使ったという絵作りや、前半の落ち着いた店舗の編集からは古,よきハリ古きよきハリウッド超大作というべき風格が醸し出されていたと思います。また、ムーヴメントコーチのアレイン・ゴーチェ、この方の、あれですね、あのシルク・ド・ソルユの方ですね。アレインゴ 知恵が率いるエイプスクールでのキャストの特訓や、全、えー、シリーズでシーザーを演じたアンディ・サーキスの指導、えー、ウェター FX 社の、えー、見事なモーションキャプチャー等によって生み出された猿たちは、そこに実際にいるとしか思えないリアルな存在感を放っていました。 さらに各キャラクターの多層的で複雑な人物設計にも見応えを感じました。ノアは主人公にふさわしい勇気と行動力を持っていますが、人間への疑念を捨てきれていません。数少ない人間の登場人物であるノバは、まあ、あのノバと最初呼ばれて後にね、えー、メイというふうに本名を名乗りますがある秘密の目的のために命を懸けますが、決してヒーロー然としておらず人間至上主義でさ、えー、られるの。ああ、ちょっとこれあれだな、ネタバレが。あれかな、ちょっと伏せようかな。うーん、ということで。まあ、人間は人間でちょっとこう微妙なところもありますよ。で、プロキシマスは暴力的な手段に訴えて独裁政治を築い ていますがえー、高度な文明を人間どもの勝手にさせるわけにはいかないという主張には共感するところがあります登場するキャラクターの誰もが自分の信念を持っていながらもろく弱い面や、えー、排他的な子孫を持っているそれはまるで現実の犠牲者や人々の合わせ鏡の様相を呈しておりだからこそこの映画は自分たちの物語として観客を引きつけるのだと思います見終わってぜひぜひ続編が見たいと感じましたしウェスボール監督のゼルダの伝説実写映画化もますます楽しみになりましたということですあとですねバカ野郎さん猿の惑星シリーズは全て見ています新作の感想は俺,俺の見たかった聖戦機だと題 1>, 満足した1個前のグレートォー、えー、シーザー3部作の最大の不満はシリ,ーズシ,シリーズが進むごとにシーザー主観になりすぎたことですシーザーというカリスマ的なキャラクターにサーガが全体が乗っ取られてしまい、えー、人間の文明が崩壊した世界の育成はもはや脇に追えられた感がありますとはいえ前作でシーザーの物語として完全に終わっていたのも事実でなぜ今更後日談を描かなければならないのかという疑問が浮かびますが本作はその疑問に真正面から答えてくれるのですそれは人間は信頼足り得るかシーザーは正しかったのかです、えーねまあ、シーザーは要するに人間との共存というのを訴えたわ わけで,すがとでまあ、ちょっといろいろ書いていたてこれは仕事の中でも言いますのでちょっと省略させていただきます本作は絶対的な英雄も救世主もいない世界であり残された者たちが自分たちの道を見つけるいわば言葉通りの意味での猿の惑星版「君たちはどう生きるかなのです」<laughs> ねえー、でまた先ほどから出たね「あのノバ改めめい」えー また本作に一段と深みを与えてくれたのがノーマーは改めメイです。要所要所でどこか不審な空気を漂わせ、最後はとてもいい意味で予想を裏切られましたと。えー、というようなことを書いていただいてますね。えー、あとはですね、ちょっとご紹介、ダメだったという方、ラジオーム・ロジャーさん、えー。極めて重厚な演出と深みのあるエジカルの集積でとても立派な SF エピックを見たという充実感も満載なのに、中身があったんだかなかったんだか、今一つ半然としないというとても奇妙な対策でありました。お猿が人類を,人類を圧倒している時代の勢力図や、猿ルカルチャーの交渉などは見事なものですが、プロットの 対立構造やそれぞれの勢力の行動指標がいかにも不明瞭で何を目指しどこに向かって進んでいる話なのか最後まで見えてこないのですよ。 えー、お猿の王国が、えー、主人公の村を蹂躙する、サルカブリサ、サルカリプト的な展開があるにもかかわらず。王国の脅威と悪役、非道ぶりはいまいち伝わらず、ヒリヒリくる恐怖感に乏しいのも残念です。確かに、これ、あの、レーティングというのかな、広く、こう、ご家族向けにも見ていただくためなのか。やっぱ、本家アポカリプトに比べると、あの都市の、まあ、病んだ側面っていうか。ここはちょっと、や、いらんねえな、韓の具体描写は、ちょっと、確かに、あの、奴隷化してるんですよ。いろんな人をさらってきて、奴隷化してるんで、ろくなもんじゃないんだけど。 あのー、サルカリフトとして期待してると。 なんかもうちょっと首、首グロゴろゴろとかね。まあそんなことしたらちょっとレートが上がってしまうんでということかもしれませんけど。で、えー、猿と人間のコミュニケーションがスムースになりすぎて、異種族間の障壁をさほど感じさせないのも緊迫感を添いでますね。考えに考え抜いて作られた生真面目な作品であることは間違いないところですが、ゴジラ今後新たなる帝国の極限までシンプルな対立構造と爆上げな語る質には到底及ばなかったのは皮肉であります。インテリジェンスの限界を見る思いです。何か大変な映画だったのかもしれないという見応えだけはいたずらにあったので、歌村さんのレビューによってそのシーンに気づかされ、評価がコロっと逆転する可能性は大いにあります。 鱗を落とさせてくれる考察に期待しております他人に期待すんな <laughs> 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 ねえということで皆さんありがとうございます、えー、ということで熊崎さんもご覧になった、はい、いやもう完全に大発の猿の惑星ですよ全くだもんね全くあの猿の惑星という作品の名前だけは聞いたことがあるとうん、うん、まあどんな話なのかよくわからないと、うん めっちゃゃ猿じなかったですか想像以上に僕が思ってた以上に猿だったんですけどあのこれはですね熊崎さんあの今までの中で猿濃度が一番高いです猿っていうかエイプって言ってください猿っていうとモンキーじゃないんですごめんなさい累次元なんです素人すぎてごめんなさいエイプですね猿じゃないエイプエイプ色が想像僕のイメージだとごめんなさいね本当何言ってんだお前って感じになると思いますけどんか人間がいて 猿がそこにやってきて猿が強くて人間こうそういう回もありますそういう回はい,いつなんですかあのー、今回の流れで言うと、はい、シーザーサム作の最初はもちろん人間の世界ですそっちのお,お猿さんは最初はお猿さんでしたなんかその構想の続編みたいな構想は2作目と3作目でやりました <laughs> 猿が勝ちました <laughs> そうだったのでなんかまあ猿も猿,猿じゃない 300年後なんだねそっからね大変なんだなって思いましたんかその何て言うんでしょうこっちはこっちの世界はこっちの世界で猿だけになったら今度は猿だけのねだからこうんか猿に感情移入しましたしこれはまさにこれは本当に大変なんだなっていうのとあと普通にんか猿の表情とか猿の涙とかあ普通にんかんかいいなというかすごい感動した部分もあって単純はシンプルにまあ 構想自体は割とシンプルなのでそこはもうお初でもまあ前作からのつながりとかよく分かってなくても別に全然楽しめるというか今回は、はい、もう途切れてはいるもう、はい、うん、からなんかなんか楽しかったのでちょっと前みたいなって思ってた、うん、でもねでもその主人公ノアもこういう世界になった状態しか知らないだからあれが主人公の方すごくいいんですよそのノア<ー>もう前がどうだったか知らないっていう人なんで実はあれは新規の観客も乗りやすい視点なんですよね。 で後から彼は知って驚く。だからその、うん、普通の観客そっちに乗ってもいいし昔から見てる人は人であ,<ー>あの。 だからさっき言ったレイヤー見方のレイヤーは多少ある感じでそうかじ全方位で受け入れられる作品そこは考え抜かれてる感じはあると思いますねうんぜひちょっと興味持ったらぜひシーザー3部作一番最初の60何年かあそこからいかなくていいですあの後ほど言いますけどシーザー3部作からでいいということで今日はありがとうございましたさあということで私も猿の惑星キングダムえっとですね T ・ジョイ えー、プリンス品川の iMAX と丸の内ピカデリーのドルビーシネマで2回見てまいりましたそれぞれ週末夕方と平日りでしたがどちらもぶっちゃけちょっと好き気味ではあったかなという感じですけどね、えー、本作 iMAX カメラで撮影されたとかではない全編2.39対1の普通のシネマスコープサイズ作品なので、えー、通常上映でももちろん構構構何の問題もないんですがおすすめはドルビーシネマかもしれません、えー、特にやっぱり丸の内ピカデリーのドルビーシネマ相変わらず、えー、進化が全く知られていないか 感じというか、現状かなり余裕たっぷりで見られる状況で見られる温度非常にお勧すすめでございます。本当にいいあのシステムなので、ドルビーシュマはえー、バルト9とまバルトピカデリー都内で入ってますんで、非常にお勧すすめです。 ということで、一応整理しておきますと、猿の惑星シリーズ、1968年から1973年、5本のオリジナルシリーズ、映画と、えー、2001年のティム・バートン監督版、リメイク、こちら1本だけ、そして2011年から2017年までのリブート3作、いわ,いわゆるそのシーザー3部作というのがこれまでやりまして、今回の猿の惑星キングダムは、そのシーザー3部作のタイムライン上にある、 まあ、多分新たな3部作作とかの1作目的な位置づけ劇中で明言はされませんが前作猿の惑星「グレート・ウォー」のエンディングから約300年後という設定でなおかつ、えっと、最終的にはこれウェス・ボールさん曰く1968年の1作目につながっていくようなブリッジの役割を果たすようなシリーズになるのではないかというようなことを言っています。 このコーナーではそのリブート3部作、シーザー3部作、えー、をすべて取り上げてます。サルの惑星、創世紀とか言って、ジェネシスは、えっ、ー、と、現代は、えっ、ー、と、ライズオブザ the Planet of はね、えー、2011年10月22日。で、えっ、ー、と、2作目、新世紀とか言って、ライジングドンオブザープラネットオブザエイプは2014年10月25日。そして、えー、3作目。 生、えー、戦記と書いてグレート・ボー・ウォー・フォー・ザ・プラネット・オブ・ザ・エイプは2017年10月21日に取り上げておりまして、えっと、最後のグレート・ボーだけは公式書き起こしが述めますのでぜひそちらを参照してくださいざっくり言っちゃえば、えー、これね2009年アバター以降の俳優の演技をその微細なニュアンスまでデータとして読み取って CGI に落とし込むいわゆるあの当初モーションキャプチャーって言ってますけど今はパフォーマンスキャプチャーって言ってますパフォーマンスキャプチャー技術の飛躍的進歩とその えー、モーションキャプチャーパフォーマンスキャプチャー界の歴史的名優アンディ・サーキス私は彼の功績をアカデミー賞とかもっと真正面から評価すべきつまりシーザー役を少なくとも主,その主演男優賞としてノミネートとか全然していいっていうかそういうことするべきという本当に偉人だと思ってますが、えーまあ、そのアンディ・サーキスの名演とかも相まってとにかくシーザーという素晴らしいヒーローキャラクターを想像、えー、で3部作としてもかなり綺麗にまとめてみせた。 要はですね1作目主人公が人間並みの、えー、知,知恵を獲得する1作目でその人間並みの代になった代償として、えーまあ、そのカインとアベル的な、えー、と同族殺しをしてしまうそれによって、まあ、人間ばりの原罪を背負ってしまうのが2作目そして、えー、その人間並みに堕落しかけた主人公非常に憎しみをとらわれたその主人公が最終的には出エジプト的な、ね、エクソダス的な民族大移動を経て、えー、真に神話的な存在伝説的な存在となるまでが3作目と非常に 綺麗に3部作まとまとってるんですね、えー、結果的に旧シリーズとはまた違った、えー、魅力のサルの惑星というのを確立して見せたというのがそのリブート3部作シーベザー3部作だと思いますと。 でえー、特にねあのフランケンシュタインたすスパルタカスといったバランスの1作目やっぱりこれですね今右長いしてもめちゃくちゃ面白い傑作だと思いますしその1作目監督のルパート・ワイアットの交、えー、板を受けて2作目3作目と、えー、シーザーの物語をしっかり歴史的なものにねちゃんと厚みを加えていったマット・リーブスも本当にいい仕事をしたという感じだと思いますただですね、えー、そのようにとても綺麗に3部作としてまとまって、えー、きっちり完結しているシリーズだけにその続き まだ見たいかというふうに思ってしまう人も僕含め結構多かったのではないかと思いますと何しろ本作の監督ウェスボールさんも当初はえまさにその理由ね劇場パンフ劇場パンフの中に載っているえ表現を引用するならば見事な形で終わっていたシリーズだったので正直なところ4作目を作たりたいとは思っていなかったという本をおっしゃってるぐらいというただですね実際出来上がった今回の「猿の惑星キングダム」そんな感じで事前の期待値がかなり私自身低かったこともありますけど結論から言えば いや思ってたより全然面白いじゃんっていうねことだと思いますね。ちょっと詳しくは後ほどいろいろ話していきますが先に軽くちょっと整理しておけばよかったポイント3つぐらいに整理しますけどまず1つ目言っちゃえば古典的な非常にしっかりした物語的骨格とそれをきっちり手堅く盛り上げていく職人的語り口がまずはいい意味で安心したエンターテインメントとして楽しませてくれるってことですね。でその2同時に えー、この間さらに大きく進歩した、えー、視覚効果技術で、えー、技術その、えー、と驚異的な自然さですね驚異的な自然さはそれこそほとんど古典的な映画のようなルックにまでこう到達しつつ達達成しつ,つつあってですね目を飽きさせることがない。ででつ目それでいて あのシーザー3部作の後だからこその非常にひねりが効いた実はなかなか辛口の文明論文明批評にもなっていてしっかり、えー、それってすごく猿の惑星っぽいとこなんですけども、えー、まああえて言えばやっぱりちょっと長い気もする編集とかでもうちょいキビキビさせることもできたような気もするというぐらいで少なくとも僕はおおむね大満足でしたねもともと期待値が低かったもあるんだけどと。 えー、ということで、脚本は何人かのクレジットがあるんですけども、今回のその方向性、全体をがっつり作り上げた監督、ウェス・ボールさんがやっぱり非常に優秀だったということは言えると思います。えー、この方、もともと視覚効果の専門家,専門家で、それ用の会社をやってたぐらいの、えー、やってるぐらいの人で、えー、2012年にですね実写風だけど、オール CG の短編、ルインというのでさらに注目されて、これ YouTube とかで普通に見れるんで、ぜひ皆さん見てみてくださいで。そこから大ヒットシリーズとなるメイズ・ランナー、結局3作の監督に大抜擢 ここに至るという感じですねで次回作は先ほどメールにあった通り「ゼルダの伝説の実写版」ということみたいですけどともあれその今言った短編「ルイン」も「メイズランナーも」も、えー、例えばですね文明崩壊後時間がだいぶ経って、えー、例えばビル,ビル群がすっかりこう緑に包まれていたりとか、えー、遺跡化している大都市みたいなものが出てくるという点で今回の「猿の惑星キングダム」と完全に通じる「ルイン」も「メイズランナー」もそうだしえー あと一種原始的な通過儀礼を体験する若者たちの絆が描かれるとかですね最終的に、えー、そこまでの世界作品世界全体に、えー、関わるここはネタバレをしないようにしますがある大きな仕掛け設定が最終的に明かされるみたいな感じも含めてやっぱメイズランナーと今回のサルドマッキングダム共通点結構多いんですよね免疫をめぐる話だだとかもそうだしね。 とということで、えーまあ、だ,だからこそ抜擢されたというのはあるでしょうけどもちなみに、えー、とインターネットデータベースによればですねウェス・ボール監督本作の企画を説明するのにね「えー、ア,ポカリウィア,アポカリプト・ウィズ・エイプス」つまり、えー、あのマルギュルソン監督作「私のオールタイムベスト」でもある一つでもあるアポカリプト2006年のアポカリプトの猿の惑星版だよというような表現をされたようで、えー、実際その話を知る前から僕見てから出てる間ずっとうわ「アポカリプトっぽいな」またここにもアポカリプト 人好きががいいたたぞと思いながら見てたんですけども、ね、まあこれどういうことかというと自然の中主人公たちが平穏に暮らしてきたその原始的共同体がここが重要なところなんですけどよりテクノロジー的には明らかによりテクノロジー的に進,歩進化進歩した他の攻撃的集団に襲われ、えー、捕虜にされで連れていかれた先は王,王族がいれば奴隷もいる完全にその社会が階層化された非常な大都会。 大都市に連れていかれる、こういうこと、つまりテクノロジーが進化するほど、えー、と暴力性、非常な暴力性というのは増すという、こういう文明観、こここそがアポカリプトのこう肝であり、えーまあ、本作、猿の惑星、キングダムも受け継いでいる部分、ポイントだということですよね。文明が進むほど残酷さとか暴力性は増すっていう、そういう世界文明観。えーそして それがあるからこそ、えー、最後にはその原始共同体ならではのやり方で主人公が一矢報いるというその語る質も生じるわけですね本作もしかりなわけですけども、えーまあ、ということで改めてちょっとね順を追って話していきますけどもまずアバンタイトル、まあえー、前作グレートウォーの直後おそ,らく、まあ、そのおそらく直後なんだけども仮装され伝説となるシーザーというのがやられその背後には大きく一作目あの窓が由来のあのマークというかなシンボルつまり、えー もともとは抑圧からの自由を、抑圧からの自由を望むあのマーク、シーザーの思いが込められたあのマーク、こう丸にこうピッピてッとこう、なんていう半円形がかか星みたいにこうな模様が中に入ってるとかね、えー、元は窓なわけですけど、えー、抑圧からの自由を望むシーザーの思いが込められたあのマークが岩に書かれている。 で猿たちがこうやってねこう猿たちの結束を示すポーズを取ってたりすると。で、まあ、これを見ればシーザー三部作をご覧になってない方も、えーまあ、ここのマークであるとかそのエイプたちの団結を示すこのポーズこの拳を頭の上で突き合わせるポーズとかが、まあ、要はすごく崇高な理念を体現するものだったんだなっていうことは分かると思う偉大な人が亡くなってそれをこうやって人々は語り継いでるんだなってなのはここだけでも分かると思うんです。それだけにとということですね ちょうど言いますけども、まあ、そこから数世代後、えー、公式設定としては約300年後、えー、今回の新たな主人公ノアと、えー、幼なじみのスーナとアナカ。あなあなんあなか 穴やか穴やか、えーまあ、高いところにあるワシの卵を一人一つずつゲットしてくるという、えー、まあ部族の通過儀礼ですねどうやらねつぶろつぶ通過儀礼に挑んでるわけですでこの冒頭のつかみがまずすごくよくできててですね、えー、私すごく感心してしまいましたまず単純に、えー、まあそのエイプたちのあまりに自然で生き生きとした表情や動きそれがまたその何の違和感もなく自然の風景に溶け込んでいる様子えー さらにはですね、その、えっと、画面の質感やカメラワーク限りなくアナログ的なナチュラルさっていうのを醸してて、まあ、そのさっき言った古いアナモフィックレンズを使っていたりするという、そうしたその絵そのもののもう凄まじい完成度っていう、まずそこにもう、なんだこの映像、すごく自然なこと自体がもう考えられないことが起きてるなっていう感じで圧倒されてしまいます。さすがウえタといった感じですね、エリ,エリックウィン・ウィンキストさん、凄まじい仕事は相変わらずしてます。で えとこれはさっきその言ったようにですね、リブート1作目のそのジェネシスというね、1作目がさっき言ったように、アバター以降のパフォーマンスキャプチャーの飛躍的進歩というのを恩恵を受けていたように、今回もアバターウェイオブウォーター、ちょうどね、直前2022年ですけども、での技術革新え以降のそれにやっぱ完全になっているそうで、 例えばその俳優の演技を捉えるカメラが、まあ、顔のこれにこの辺つけてるのがそれが2台になったことでより細やかな表情の演技ができるようになったでそれゆえ「グレートウォー」の時も確かにアンディ・サーキス顔の演技すさまじいんですけどあの時も言いましたけどちょっと重々しく強調されたこう演技をする作品だったんですね。それゆえすごくこう 良、まあ、くも悪くも重たい作品にグレート・ウォーはなってたんだけど今回はグッとニュアンスがかいがもっと普通に表情を取れるしでも細やかに表現できるってことになっていてそれが作品全体のトーンにも影響していたりもするし、えー、あとはそのあれですねやっぱロケっていうかその太陽光を生かしたその空間がやっぱすごく多いんですけど光の木漏れ日がさしてたりとかそういうものとも本当に違和感なく融合しているしもちろん要所での水とそのパフォーマンスキャプチャーキャラクターとの絡み今回すごい すごく多いんですけどこれはもう完全にウェイオブウォーター以降のクオリティと言えるでしょうと ですえー、あとこの方の、ね、トゥーレスリーあれの息子さんの役で、ね、非常に印象的でしたけど、まあ、その、えー、オーエン・ティーグさんはじめそのエイプ的動きについてさっきも言ったようにシルクロ・ロソレイユのアレイン・ゴーチエさん、えー、そしてもちろんパフォーマンスキャプチャーの演技についてはアンティー・サーキスさんタイその人から指導を受けてこの指導もその何が問題かっていうとそのもじもじくんみたいなタイツ着てでいろんなこうポイントつけてカメラくっつけて要するにその客観的に見るとバカみたいな格好してやんなきゃいけないんだけどそれを 乗り越えてちゃんとと自然な演技をするというそのマ,インドのあのマインドセットも含めてやっぱアンディ・サーキスがそれをすごく導いてまあエイプになりきるえ通称エイプスクールというね、えー、これをその皆さんに受けさせることで言っちゃえばアンディ・サーキスが名人芸でやっていたことっていうのをちゃんとその次世代の俳優たちにえなんていうかなシェアするっていうか引き継ぐことっていうのもちゃんと今回うまくいってるわけです。 えーでもちろんよくできているのは今まで言ってきたようなその視覚効果とかそのエイプの演技だけではなくてですねえさっき言ったその通過儀礼でまずその早速ねすごくハラハラドキドキの見せ場をしっかり作る。 ここれはもちろんのととです掴みになるというそれはもちろんのことですけどもだけではなくその後その集落に帰ってからのその各キャラクターとのやり取りで自然その自然とそのそれぞれの性格とか生い立ちとかもっと言えばこの部族の風習とか歴史までがものすごく手際よく伝わってくるわけですまあナウシカ序盤みたいなね感じですよね、えー、だからそもそもこのイーグル族っていうその周焉にいる小部族そのシーザーのことすら知らないでいる小部族っていうのがすごくこう うまくくナナイイススににすごく緻密かつナイスに構築されてる例えば和紙と交流するための歌っていうのとか分かっちゃいますよ絶対これは絶対これは後でどうにかクライマックスでそりゃ歌うんでしょって思うけどでもこれは分かっちゃいればこそ気持ちいいタイプの伏線ですよね。非常によくできたその設定とかで まあそこにエコーこと人類が一匹紛れ込んだことで図らずも、えー、その鉄製のマスクをした屈強かつ、えー、すごくその凶悪そうな軍事集団に目をつけられてしまうまさにアポカリプトもっと言えばマッドマックスあの屈強だけどちょっと落ち着きとインテリジェンスも感じさせるボスとただただ凶暴で卑怯な子,ど子分っていうあの取り合わせもすごいアポカリプトかつマッドマックスっぽいってあたりですよねでこの村の襲撃シーンもですね その例えばその、えー、ノアがです、ね、村にこう入ってきてだなんだなんだってなる場面もその手持ちカメラ風なのかなの長回しワンショットで、えー、村の入り口から、えー、一旦馬にガーッとこう一瞬引きずられたり、えー、塔から燃え落ちる落下物をガーンと動けたりしつつ最終的にこっちの左側の方にいる、えー、母親たちを見つけるというところまで一気にこうワンショットで見せたりしてこれ、スタントと CGI の合成の塩梅とか考えるとどんな手間かかったショットなんだでもそれがめちゃくちゃ自然なんですよね。 えー、手間かかってることを意識しないほどにすごい自然なショットという感じだと思いますね。しかもそこでさっきから言ってますけども、えー、そのシーザー三部作の非常に立派な主人公だった理想を抱えていた主人公の名前シーザーがその凶悪なその軍事集団の口によって「シーザーのためフォ、ね、ーシーザーねフォーシーザーえっああそういうこと!」ってこうなっちゃうわけなんですね。 えー、あと細かいとこですけどその村が襲撃された翌日、まあ、唯一生き残ったその脳が目を覚ますそうするとちょっと軽くこうちっちゃいこう雪みたいなものが降ったあとなのかなちょっとこう毛に雪っていうかこう白いものがポンポポンってこうついてるその寒々しさでその中で、まあ、ワッシーならぬイーグルさんがですね ワッシーならぬイーグルさんも懐いてくれないしがっくりみたいな感じのところからでも次第に日が差してきてそのつまり天候の変化による彼のエモーションの変化演出みたいなこれもとても繊細で素晴らしいところでございました。 またですね、えー、旅に出たノアが友人になるオランウータン、えー、ピーター・メイコーさん演じるラカーですね、まあ、ちょっとこうストリートワイズみのあるおじさんっていうか感じあのシーザー3部作ではこうあのオランウータンといえばモーリスっていうのがいましたけどモーリスとまた違うオランジオランウータンなのにちゃんと違う人だっていうのを生きててですねまたいいそもそも本作ですねさっき熊崎さが言ったようにほとんどエイプしか出てこないしあのほぼチンパ8割チンパンジーなんで。 なのに最初かからしっかり見分けがつくんですよねもうすごいことですこれねよく考えたらねほと,ほとんど背格好とか毛並みとか同じなのにもうわかるっていうねはいすごいあたり何気にすごいとこ、えー、一方フレイヤーアランさん演じる、まあ、エコーこと人類の女性当初はシリーズ伝統のノバと呼ばれていたこのキャラクター、えー、ここではネタバレをしてながら言いますが、まあ、演じるのもなかなか難しそうなさっきメールにもあった通りですけどある種の複雑さ多層性を持った人物でえー まあ、あのさっき言ったようにノア本人のストーリー主人公のストーリーは非常に古典的な英雄誕生誕というか生きて返りし物語の構造でノアの話だけ注目するとめちゃくちゃ分かりやすいんですよだからさっきあのロジャーさんは行き先が分かんないって言ったけどいやノアはシンプルなんですよ。ノアは 仲間を助けて村に戻るこれが目的なこれははっきりしていますただ並行して語られる人間側の場側のストーリーが通り一遍じゃないこっち側にひねりが効いてるんですよね、えー、これもネタバレしないように言いますけど通常のエンタメ作品なら踏み込まない踏み込えないような一線を彼女は割と平然と超えるんですねつまり えー、そのお話の基本的なメインのストーリーの骨格は古典的な物語にその文明論としてのフレッシュなこう緊張感ををもたたらすす役割を果たしてるわけで,すで僕はこれはそのこっち側がシンプルな分この,この清掃してるこっちのサブストーリーが通り一遍じゃないし心地ここはカタルシスを簡単にもたらしてくれない感じがあ面白いなっていうかなんかこうすごく気持ちいいこう古典的なメロディを奏でてる横でずっと共和音が鳴ってるみたいな。 そのこ,うあこれはなかなか面白いバランスではというふうに思ったんですね。途中、えー、これは普通に見せ場の部分ですけど馬に乗った主人公の後と、えー、これは地面の方を歩いている敵側のゴリラ、えー、でその中間に人間のこの女性ノバがいて、えー、でその。 えー、ノアとゴリラそして彼女はノア側に向かって全員この三者が同時に猛然と走り出すっていう場面でこの横綱、えーまあ、でも使われてたシーンですけどこれやっぱ劇中で見るとまずノアとゴリラがこう白昼で再会するとこで。 お前かってここうなるこの緊張感やっぱりこれ劇中で見るとまさに西部劇的な睨み合い距離を持った睨み合いめちゃくちゃ盛り上がるし何よりその三者の今言った猛ダッシュをスタートさせるあるきっかけこれがですね えーシーザー三部作1作目のジェネシスのあの名場面ジェネシス中盤もあの名場面を明らかに踏まえた構図それを逆転させたような構図なんですよね。なのでシリーズ見てるとよりやっぱ鳥肌が立っちゃうおおここでそう来るみたいなえ感じになるということ。 でまあともあれですねそのイーグル族がとらわれているという、えー、プロキシマスというねプロキシマスという、まあ、王として訓練している、えーまあ、ボノボなんですかねプロキシマスの砦というか、まあ、都市ですねそれに近づくでその都市に近づくほどに音楽といい舞台といい1968年の大作オマージュ感グッと増してくるジェリー・ゴールド・スミスの音楽っぽいのが一瞬になったりもするとかあとはこうなんかこうね貼り付け用なんですかねああいうのがこう並んでいたりとか非常にオマージュが増してくる。 あとねさっき熊崎君も言ったんでけどあの人形1968年非常にフォービズンゾーンにあったあの人形ママってね <laughs> あの人形も出てきますよってことですよねでですね、えー、今言ったそのこのプロキシマスシーザーというこれを自称するまあこの 王なんです、ね、これプロキシマス・シーザーっていうのはラテン語かなプロキシマスはねつまり次のシーザーってぐらい意味らしいですけども次のシーザーを自称するこの王の都市、えー、ここからググッとですねさっき言ったひねりの効いた文明論としての面白さの方がこう前面に出てくるというかその、えー、とストレートなさっき言ったね「生きて帰りし物語」っていうところからちょっとここからひねりの方が前面に出てくるでこここそがやっぱり猿の惑星っぽいとこなんですよねやっぱね文明論っていう皮肉が効いてるっていう。 要はですね冒頭で示された亡きシーザーの伝説家というのが300年も経つと完全にその時の支配層の時の支配層の何んとか都合のいいように勝手に解釈されねじ曲げられ宗教化してそれが政治利用されてるっていうことなんですよねえでもプロキシマスは明らかにそれを人類の歴史から学んで意識的にやってるわけですつまりノアはこれ何がここから何が見えるっつってね いやそのあれでしょさらわれてきた部族でしょつって無然として言うんだけど違うと王国だって言うんだけどつまりプロキシマスはシーザー教のもとにその散らばった部族を統合して単一宗教軍事国家を作ろうとしてるわけですよ。これ現実の人類史のメタファーというかその共造的な話としてめちゃくちゃ面白いし興味深い展開だと思ったんですよね。面白シーザーザが宗教としてて利用されてるよ 教祖はそんななこと言ってなかってかたぞみたいなどっかで聞いた話じゃないですかねでアマツさえですね皆さんよく聞いてくださいえー、その元,元の支配者たる人類が残した先進的テクノロジーの産物それはすなわち兵器なんですがその兵器を現支配者たるプロキシマスは現支配者の権利として手にしようとするだけどもね、えー、今は私が支配してるんだからここに置いてあるんだから これはもう私がコントロールしますよとで私は人類の歴史からも学んでますからもうその人類の愚かさとかずるさとかよく知ってますよとその上で使うんですっていうプロキシマスがいるところが元はそこにいたというその旧支配者側人類側はその罪なきエイプたちを大量に殺す結果となろうともその覇権を絶対にエイプたちつまり原始配層には譲ろうと,の、えー、と譲ろうと何ていうか譲ろうとしないっていうか、えー、一貫してエイプたちのその覇権を 絶対に許さない手段を選ばずその絶対それ許さないという姿勢を崩さない一貫してエイプたちとの全面的対立を辞さなない姿勢なんですねで、まあ、しかもそこにはこう差別感情というのは明らかに見え隠れするということでこれこそ皆さんめちゃくちゃこれ何に当たるとかもう野暮なんて言いませんけど現実の人類史っていうか現在進行形の人類史の暗部にめちゃ重なる話じゃないのっていうふうに思ったりするんですけどはい。 えー、一方ねあのノアがその人娠類の残した絵本でその歴史の真実を知るっていうところもねググッとくるところですよねあとはまあこの年の部分に行くとね先ほど言いました名前はもうあえて伏せときますが、えー、映画好きであればもう必ず知っているあの名優があこの役出てんだっていうか彼の言うことも非常にこう含みが深いというかですね彼の言ってることも全然理があるんですよ今は猿の時代なんだよといいか減認めろよっていうね っていうのとかね非常にここはもうねあの考えれば考えるほど面白い構図なんですね。えー、ということでですねさっき言ったようにな、ね、お本人の物語はクライマックス、えーま、人類が残したそのサイロという中である種期待通りの エンタメ的な決着を見せるわけですノア本人の話は例えば対ゴリラ戦お父さんの直接の敵ですね、えー、対ゴリラ戦は勝敗ロジックがとても納得ですね腕力ではかなわない相手というのも勝敗ロジック非常に納得ですし何といってもその大たるプロキシマスとの対峙ですね、えー、ここでですね冒頭からずっと降り続けていた伏線例えば途中オランウータンの中が「えその地元ではねその歌歌ってわしと交流するんだえその歌を聴かせてくれよ」 っつってみたいなこと言うんだけどへえ残念だな聞きたいなこれ振りじゃないですか完全にねずっと振ってるわけですだからここに落とされるのは分かってますよこれがここで来るのは分かってるけどそのねその伏線の回収に至るカーブがすごく上品っていうか例えば、えー、完全に勝ち誇った表情のプロキシマスの背後の向こう側に鳥がこう見え始めるっていうかねあそうだ って感じがする感じじががすするとかカーブがすごく上品で、えー、非常に気持ちいいつまりこれってずっと振ってるから分かっちゃいるけどっていうよりはずっと分かっているからこそはいもう一番気持ちいいところに来てくれたっていう、えー、非常に本当にもう語る質の大きい。 前回収になっていいたと思いますだからちゃんとその本作単体の中でノアの物語としてはエンターテインメントのカタルシスちゃんとあの今時珍しいぐらいきっちりその古典的な物語の枠でカタルシスはもたらしてるんですよねすごくちゃんと作ってますここは。えーえー、まあ個人的にはですねもうさっきから言ってプロキシマスさんすごい僕好きなキャラクターだったし言ってることも そのそんなだから要はそのさっきのロジャーさんの不満ですよねあの都市がやっぱりあのアポカリプトの前や文明ほどは邪悪なものにそんなに見えないってとこが多少はちょっとぬるいっていうかそこがある種何かこう見えづらくさせてる面は確かにあるかもしれません僕はもうそこはだからアポカリプトの方で保管しちゃってたんですよねもうさぞかしひどいことしてんだろうみたいなねそれアポカリプトをやったらさだってその最初のイーグルクランのさあのイーグル族の村を襲ってるところで。 ね、だってその子供に見せられないような場面が出てくるわけだからそれはまあ確かにそ,なそうんなそんなの見たくないなそんなの僕は見たくない <laughs>、まああのーね、村からさ,さらさってきて奴隷化してるんですからもう十分だってことは言えるかもしれませんけどねただ僕は本当にあのプロキシマスシーザーとっても魅力的なキャラクター大好きだったんでちょっとあのあ終わりかちょっとこう残念なところもありましたけど。 でですね、まあ、とにかく今の今ずっと言ってきたようにノアの物語はすごく成功法です本当にあに、のー、これぞっていう U ターになっていると思います一方で作家で言ってる人類側、えー、フレイヤー・アーランさん演じる本名はメイ側の話はエンタメとしてはだからそういう意味ではせっかくこっちで語る質がもう満開になってるのにそれをちょっと冷やをぶっかけるようなその苦く救いがないこうバランスなんですね実はねしかも見,見進めるほどにそうなってくるんですよね あれっていうその悪役とされてる人たちの言ってることのが正しくないこれっていう感じになってきて。 なのでカタルシスがちょっとそのせっかくのカタルシスがちょっと減じるようなバランスなんだけど僕こここそがこのキングダムのフレッシュなバランスえだし猿の惑星シリーズとして考えればこれは正しい要するにそのヒーローが気持ちいいだけだとそのあれですよだからジェネシス一作目がちょっと本来の猿の惑星らしさには欠けるっていう風な意見もあったんだけどまさにそこなんですよねあんまり気持ちよくヒーローしちゃうとこれ猿の惑星である必要あんのって感じがしてきちゃうんだけどやっぱこれ猿の惑星なんで。 やっぱこうにちょっとこういう,こう飲み込みきれないっていうかこれどうすんのこれっていう感じがあった方がいいというのは僕はもう僕はこの両者のバランスが平行しているところが面白いと思いましたえただですねその旧シリーズとシーザー3部作のやっぱり一番の違いは観客は少なくともまあ通常はね通常うん通常って言っていいのかな少なくとも私はじゃあ完全にエイプ側の目線になっているってことなんですよねはいなので 今回もまた、まあ、あのシーザー三部作はもちろんねもう,もう人類ダメでしょううもう早く引っ込めようって <laughs> 思うだけなんだけど今回も見舞わって思ったのはああ、箕、ね、輪君くんに、ね、最初に言ったから人間はねやっぱり人間だよ <laughs> 人間は本当にやっぱり人間これ悪い意味で <laughs> っていう、ねえー、感想になるとここはやっぱりシーザー三部作以降の特徴と言えるんじゃないでしょうかラストね。 あのノアとこのメインの対峙あそこの解釈とかですね、ちょっとこれはですね放課後、ポッドキャストの方でネタバレしつつ話させていただきたいと思います。でも、あのそこをかみしめると、やっぱり最後のそのノアの言動っていうのが、やっぱりめちゃくちゃ感動的っていうか、やっぱ彼はし、やっぱね彼がプロクシマス・シーザーですね、彼こそがシーザーの衣装で継いでるって思うくだりですね、まあ、詳しくは放課後、ポッドキャストで話しましょう。ということで、えー、シーザーの理想は理想で終わってしまうのか。 ね、どう考えてもこれ2作目3作目もし作るとしたらもう荒れる展開しかないじゃないですか想像するだに荒れるぜこれゃっていうねなのでこれ「キングダム」見る前は思ってもいませんでしたけど続き楽しみです <laughs> まあまあ。 はいえー、ということで僕はその、えー、っとシーザー3部作も確かに綺麗に終わっていましたがその後一歩付け足すというかねあれとしてはちゃんと打足になってないというか、あのー、新たな一歩としてはもう大合格の一作だと思いましたまあ、さっき言ったようにちょっと長い気もしますけど、まあ、舐めたらあかんのは間違いないです。 はい、えー、ということで <laughs> あの気楽な気持ちでね行ったら意外とガツンと食らったぐらいが本当にちょうどいいかもしれませんね。えー、ということでできれば、あのー、やっぱりその本当に映像の素晴らしさ本当に堪能していただきたいんででかいバキッとした絵でマ、まあ、ドルビーシネマおすすめでございますが、えー、この映像を堪能して皆さんも「<laughs> What a Wonderful Day!What <laughs> a Wonderful Day! ね」ねなっていただきたいということでぜひぜひ劇場でウォッチしてください。 さあとということで、はい、来週の広報作品です、ボォーュー・ウォッチメン、9作品を発表します。まず最初の広報はこちら、ミッシング。はい、あの昨日も、ねあのー、ちょっと広告でご,ご紹介しましたが、吉田圭介監督、最新作です。うん、続いてはこちら、五番切り、白石和也監督、最新作です。3つ目はこちら、ボブマーリー、ワンラブ。はいあのー、ボブマーリー、電系がアメリカでは大ヒットしましたけど、ね、えー、日本ではいか,が、えー、いかにという感じでございます。四つ目 えーみえっと、湖の女たち大森達さん最新作なかなか大森達さんね、あのー、作品こう扱われたことないんでちょっと、えー、ガチャ当たるといいですねということで入れてみました5つ目ありふれた教室はいえー、っとちょっとこうなんか気持ち悪い感じの話なのかなこれね楽しみにしております、えー、そして続いては、えーえー、6つ目 恋するプリテンダー、はい、久々にちょっと王道ラブコメということで非常に評判もよろしいので、えー、と改めて入れてみました7つ目鬼平犯課長決闘ということで鬼平犯課長原松本幸四郎さん主演でございますそして8つ目フジミラバーズ松井大吾さん最新作でございますそして最後の候補はリスナーカプセルです ラジオネーム1 b x 1, 1, b x 1部池田さん、えー、評論していただきたい映画として胸騒ぎをリクエストしますハッチングイノセンスに引き続き良質北欧ホラー来ました、えー、荒けずな部分はあれどとても成熟した北欧らしく社会的行動に縛られた文明人が自ら沈んでいくという自分で自分の首締め系ホラーという点にも新鮮味を覚えましたということでありがとうございます 1BK1 部池田さんからいただいたリスナーメール胸騒ぎを含めました全9作品でレッツガチャタイム 結構時間あるなえー、っとですね あのー、ガチャを1回回せば、はい、もう1回,回、一万円払ってもう1回回せばです、ね、うん、もう1回余計に回せますよというシステムね、ええ、シネマハスラー時代からやっておりますが、えー、とここ近年はですね、まあ、前はね、あの1万円をすごくね、無駄にね、あの夜勤会で知らない人におごる実験とか、<laughs> くだらないことに使って、土分に捨てるようなことしてましたけれども、えー、と今はちょっと寄付に使っているということで、はい、えここのところは毎週ですね、ちょっと私、金ない月間で、ね、前はね、3万でそれぞれ、能登半島の地震の皆さん、まだまだお見舞い申し上げなきゃいけないし、えー、あと、ウクライナ支援ということもしたいんですが、うん、え今、差し上げ 当たっってはちょっとですねあまりにもひどすぎる、えー、パレスチナ人道支援、特に子ども支援の、ねあのー、窓口がありますので、ちょっとそこに毎,毎週1万円ずつ1回余計回しで入れさせるということをさせていただいております。はい、ということで、えー、まずは一発目、レッツガチャタイムいきますよ。はい クレジット四つ目ぐらいで出て,て非常に期待しているんですが、えー、ちょっと二位はもう一回回します。すいませんね、申し訳ございませんじゃあもう一回回しますね。えー、もう一回回す。五輪。<お>さて六六六ってなんだ。 恋するプリテンダーまあでもたま昨日なんか高橋義明さんがです、ねはい、恋するプリテンダーガチャ入れようと思うんだよね、はい、つあ嬉しいっつって、まあ、彼らとかはほ本当に大喜びしてるんんでもあのちゃんとなんていうかなオードラブコメなんだけどちゃんとここ数年の試行錯誤は生かされた内容だっていうようなこと<ん>あのユスースケも言ってたんでじゃあ行ってみましょうかね恋するプリテンダー、はい、行ってみようグレンパウエルの肉体美を堪能しようというねここでございます。<laughs> ということで恋するプリテンダー見たよという皆さんからの感想を回してますまた評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採 2,000ントいたしております宛先はどちらも歌丸アットマーク t b s t o s i o j p まで、えー、そして YouTube アトロック公式チャンネルにもアーカイブがありますし公式書き起こしもありますんで今日のねサの惑星の1個前のグレートウォーもあったりしますんで、うん、そちらもぜひチェックしてください、えー、ということですね全部書き起こしいろいろ補足とかねあの訂正とかもしてるんでそちら読んでいただければ幸いです以上週刊の事表ムービーウォッチメンでした